超越するとどんないいこともあるんですか。やっぱ上位さん不老不死でしょ結局は。ああ結局そういう俗、俗っぽい話になる、うん、いやでも 5次元の存在になるでしょ。だから5次元だから、3次元っていうのは縦横奥行きでしょ。で4次元っていうのは時間を超越するわけじゃん。さらに5は何なの。5次元は空間。空間、空間を超越する、時間と空間を超越した存在になる。すごいこっちゃ。それはでスギルはもうなってるわそれ。えだから歴史の各所にスギルっていうのはいるわけ。マジか。そう言っちゃうん。いやもういいでしょここまで言ったんです。映ってるってことですか。いろんなところの写真よくよく見てみたらすげえ。腕組むやつがそれね覚えある。だからあれも違うの、歴史の中の一コマであって、はいはい、そう映り込んだだけ、うん、っていう説もあるよね。あのね思い返してみれば多分みんなそうだと思うんだけど、あの子供の頃に今のスギルさんと会ったことあるのよ実は俺たち覚えてない。スギルさんと会ったことない昔。いや分かる分かる分かる。なんかそういえばそうあれでしょ。なんか俺アイスを送ってくれたのよ昔のスギルさん。怒ってあるんで、ずっと昔から知ってたような気がする。知ってた気がするよね。また後でなみたいなこと言ってたけど、ね、あの子のことだったの。後でな真実にたどり着いた。確かに不思議な存在だな、ね。